トヨタ自動車、トヨタ自動車東日本セントラル、自動車セントラル自動車株式会社は、かつて存在した日本の自動車製造メーカー。トヨタ自動車向けの完成車の製造と特殊化層を手掛けていた。1950年、トヨタ自動車が蒲田工場を閉鎖した際、元従業員の融資を中心に設立された。 相模原工場から宮城県黒川郡大平村の第二仙台北部中核工業団地内に本社並びに工場を移転した。2011年1月から宮城工場が本格稼働し輸出用のヤリスセダンの生産を開始した。相模原工場は3月29日でカローラークシオの生産を終了して翌日に閉所式を行い4月11日に 宮城工場への生産機能の全面移管、株主総会後の6月以降に、宮城県に法人登記を移転すると報道されていた。しかし、3月11日に発生した東北地方、太平洋沖地震によって、宮城工場が創業を休止したため全面移管の時期を遅らせ、相模原工場で3月受注分のみの生産を行った後の4月下旬に、 全面移管を行うと発表された。同社の宮城店を受け、同工業団地を従管する東北自動車道に、宮城県が大平 IC を新設し、国土交通省が三本 g PA をスマート IC 化した。また、仙台北部道路と東北自動車道等を富谷ジャンクションで接続し、同工業団地と仙台港や仙台空港との時間短縮がなされた。 さらに、仙台港の再整備や、仙台港北上駅岩手工場が所在、秋田港ロシアボス土地の移行シュベリア鉄道、ヨーロッパとつなぐ貨物の管理本会、新ンドレール構想の実証実験が行われるなど、当社の宮城移転は、東北地方の自動車産業や流通に多大な影響を与えた。神奈川県から宮城県への本社移転に伴って、年月に、 会社と労働組合との間で移転支援策がまとまったため約4000人が宮城県に移住すると見られていた。この大量転入により新本社工場周辺の自治体や不動産業者が様々な移住促進策を繰り広げた。2012年5月現在の時点で生産されていた車種は基本的に国内市場1000倍の e 1 6 0系カローラ、 海外市場専売のヤリスセダンの2車種だけである。以前は一部の商用車及びスポーツカー、果てはアメリカ合衆国で展開されているサイオンブランドの車種の生産も手掛けていた。昭和末期頃より相模原工場の閉鎖までに生産された車両はトヨタ車の中でも個性が強く、生産台数は決して多くない車両が主であった。また、コーチビルダーとして、 トヨタ車をベースとした救急車やキャンピングカーの仮装も行っていたほか、北米で生産、販売されるピックアップトラック、タンドラの輸入と同車ベースのキャンピングカーの販売も行っていた。ありがとうございます。